館の中高生が協力して海岸清掃活動をすることで、島根県の海岸の実態を把握してもらい、漂着ごみの減少へとつなげます。すごく汚いなと思います。靴とかペットボトル、韓国の水とかが多かったです。やっぱり海にゴミを捨てたりする人が多かったりするから、それはやめた方がいいなって思います。韓国から来たゴミもあって、頑張れてしようと思いました。韓国より綺麗で涼しく、色も綺麗で良かった。日本の海、島根の海は世界へ誇れる私たちの財産。このように海岸ゴミの現状を目の当たりにすることで、ゴミのポイ捨てを減らそうなどの意識が芽生えるんでしょうね。임시정부 수립 100년을 맞아서 과연 일본은 우리에게 무엇인지 한 번쯤 진지하게 생각해보는 시간도 필요할 것 같습니다. 한국에 대한 일본인의 인식은 연령대별로 차이가 큽니다. 청년층의 경우 부모 세대에 비해 한국에 대한 호감도가 높은 편입니다. 한국에 온 일본 학생들이 한국 음식 만들기 수업에 참여했습니다. 요즘 K-POP에 日本人とかもたくさんいるんで、そういう風なものがもっと広がっていったらいいなって思います。そのニュースとかインターネットだけで見たり聞いたりしたことだけを信じるんじゃなくて、なんか一回自分で 韓国来て、いろんな人と触れ合ったり、いろんなものを見て、自分が感じたことをそのまますればいいのになって思います。